おはようございます。今日は卒業式、猫背矯正サポーターです寝起きすぎて、本当にリアル寝起きすぎてテンション低いんですけど、顔だけ洗って歯磨いて今ここにいます。イズヒア、スキンケア何塗るか忘れちゃったもん、もう思い出せない。あ、白、これベース、これ保湿クリームだと思ってたんだけど、ラロシポゼ化粧水アンヌアからの、皮膚科の薬からの保湿ナウ。もう本当に時間ない、マジで。まず目覚まし気づかなくて、起きる予定だった時間のね20分後に起きたのよ。こうメイクしちゃったらマッサージできない場所を中心にマッサージしてる。ちょっと涙袋を切れたそしたら皮膚科の薬もう一回塗って、スキンケア完了。下地悩む、いっぱいある。卒業式のメイクでテスター使うなって話。クリア普通に開けてるから、はい、下地。待って、多くない多くないか、首まで塗るか。首と色一緒になった、すごっ。で、何を塗るかなんだよね。昨日はドクターシカペア塗ったんだけど、とりあえず保湿リップ、とりあえずコンシーラー塗ろう。ニキビ1個増えたんだけど、これ1個あったのにさ、これ2個になった。なんなんこれ、メイク動画、これ点々やだママのファンで、あ、キャップ間違えて粘土にしちゃった。おお、綺麗。あ、まつげにファンデをつけてしまった。マジ時間ない、電源切れてた。これをこう鼻の横に塗る、これを鼻とおでこ、 T ゾーン、おでこはもう全体、髪の毛があるからに塗りました。眉毛の油分取ります。本当に時間ない。はい、眉毛はこれ落ちない、これマジで。はい、眉毛、うわ貧血、お腹すいた。アイプチだ、アイプチ、アイプチはまだ見せません。落ちてきました、わかんないと思うけど違い、これマイプチ、上からアイシャドウいけんだ、すごっ。なんか眉毛左右非対称になってない？てか卒業式さ、開門とさ卒業式までの間に時間あるじゃん。でみんなさ2024年卒業式みたいな札の前でさ写真撮るでしょ。あれどんぐらい並ぶんだろうね、あとどんぐらい前に行くのがさいいんだろうね。まつげを上げます。この2色。え、なんかまつげ絡まった。やめて。アイライン長くね。あ、シェーディングしてない。え、てか時間やばくない？メイク終わる予定だった30分過ぎてんだけど。嘘だろ。シェーディングしていきます。メイク濃くない？メイク濃くない？リップはこうマックのめっちゃ茶色いやつ塗ります。これだけでいいかも。あ、え？チーク塗ってないんだけど。ありえない。強い強い。ありえない。スザンヌの一番。そういえば昨日もチーク塗ってない。え、取れたんだけど。取れた。あ、ついたついた。ハイライト塗ってないよ。やばい、本当に貧血。お腹すいた。お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた。あ、お腹すいたよ。ハイライトブラシがない。これだわ。普通にあるよ。OK。はい、メイクできました。髪の毛どうしよう。何分に出るの？決めてない。決めてないけど最終ラインがあるの。何時からだっけ式が？何時からだっけ？うん、思い出した。8時半ホームルーム集合で、8時50分に式が始まる。やば。はい、エンディング撮れなかったので帰宅してから撮ってます。今もう日付変わりました。ご飯とカラオケ行って帰ってきてダラダラしてました。
これでーす。これやばー。はい、卒業式、担任の先生が泣いた時が一番泣きそうになっ、てか泣いたんですけど耐えた、目こじ調子本当にまだ実感なくて、正直高校生じゃなくなる、 JK じゃなくなるとかも本当に実感なくて、だけど悲しいとかいう感情よりも、私はもう同じクラスで集まらないとか学校に行かないっていうことはすごい悲しいっていうか寂しいなって感じなんだけど、大学が楽しみすぎて今はワクワクの方が強いので、大学は行きたくないんだけど、あの大学生になるっていうのが楽しみ。そうまあこれからも YouTube とか、あと美容系の将来の夢とか頑張りたいなと思ってるので、今後ともよろしくお願いいたします。この動画多分見てくれてると思うんですけど、こんなメイク動画をスクールメイクとか言って出したり、スクールメイクをめっちゃ頻繁に投稿したりとか、その他にもね、先生のおすすめに TikTok が流れてきて気まずかったとか、あとは普通にお仕事で学校休んだりとか、テストの点数がギリギリになったりとか、パジャマで喋ることじゃないんだけど、なんでパジャマに着替えちゃったんだろう。あとはその休んだ時の分のノート見せてくれた友達とか、休み時間に化粧品検定の勉強しててもそっと応援してくれてた友達とか、 YouTube もSNS の活動も、本当に私周りの全員がいなかったらできなかったことだったなって本当に思っているので、本当にありがとうございました。担任の先生もなんか今までちょっと気まずいっていうか罪悪感みたいな感じで動画見れてなかったんだけど、あんちゃんが卒業したからもういっぱい見れるみたいなこと言ってくれたので、この動画を見てくれてるって思って喋るんですけど、その私の担任の先生はこれ喋んない方がいいのかな。私の3人の先生はあんまり口数の多いタイプではないんですけど、口では何も言われなくてもすごい応援してくださってるんだろうなっていう風にすごい伝わってくるっていうか感じてて、それがすごい私の力になってたので、本当に担任の先生でよかったなっていう風に思ってます。ありがとうございました。パジャマですいませんこの動画を見てくれてたみんなも勉強の方が忙しくてあんまり SNS 更新できてなかった時とか、ここ最近も私卒業委員の仕事があったりしてちょっと忙しくてインスタあんまり投稿できてなかったりとかしてたと思うんだけど、そんな中でも投稿したらいつもコメントくれたりとか、いいねしてくれたりとか、見てくれたりとか、そういうおかげで私は本当に頑張れてるし、 DM とかコメントとか見るのがテスト期間も動画作る時も私の本当に一番のモチベーションだから、いつもありがとうございます。これからも皆さんよろしくお願いします。はい、ということで以上、アンの卒業した日の朝の動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではバイバーイ。お風呂入ってきます。